皆さんこんにちはこれより行政書士合格の取説野端のズバッと重音論点ポイント解説講義行政法編第1回目行っていきますよろしくお願いしますさあこの解説講義も憲法民法そして行政法までやってきましたということはおそらくですがまあ、行政法を今取説テキスト読んでいるところだと思いますでその前提には憲法民法があるわけですがあのしっかりとこの行政法を勉強している時にも 民法法とと憲法を繰り返しし学習していいいたただきたいと思いますやはり今頑張っている科目に集中しすぎることはありえるんですが、ただそうすると、過去に頑張ってきた憲法と民法をすっかり忘れちゃうこともありますので、まあ、メイン科目としては今やっている行政法で構いませんが、まあ、少しは、ね、過去にやってきた民法と憲法も、軽く取説テキストを見直すですとか、問題解くことはやっていただきたいと思います。はい、では改めてこの行政法編の6回のの回解説の まあ内訳といいますかね、何やるかというと、こちらになります。今回1回目は、やはり初回ですから、スタートアップ行政法ということで、行政法の学習方法ですとか、この行政法の攻略法について話をしていきます。そして2回目以降が具体的なあのポイント解説なんですが、やはり行政法って理解がしづらいところがあります。なので、文章だけだとなかなか理解しづらいところを中心に扱っていきますので、 えー、この講義で理解をしていただき、それを踏まえてね、取リテキストでしっかり言葉を覚えていくというふうにしてください。はい、では、えー、取リ的オリエンテーションを、まあ、開けてください、もしくは画面見てくださいと。えー、言うまでもなく行政法はあ、他の科目と比べて配点が高いと、えー、37.3%が行政法です。そして出題形式も 卓一多種選択記述すすべてて入ってますね、はい、この行政法ですが、じゃあ、どれぐらい得点できるといいのかなって話を、この行政法のページで見ていきましょうか。行政法の特徴と学習法と。はい、行政法の目標正答数です。これ見て、えって思うかもしれませんが、まあ、五種択一式見ますけど、19問中14問ですね。これ非常に えー、正当しなきゃいけない問数が多いということになってきます。で実際に合格レベルの方がこう何問ぐらい取れてますかというと画面切り替えますね。はい2021年度レックの成績リサーチの結果です。はいあの民法と行政法で見たいんですが民法はちょっと2021年度難しかったので 例えば正答率が60%以上、まあ、A ランクと言いますが、これが9問中の3問です。で、正答率50%台を足すとプラス2問ですから、これを2つ足したところで、まあ、9問中の5問なんですよね。まあ、半分ちょっとぐらいです。では、行政法はどうかというと、行政法は正答率60%以上、19問中17問。 すすごいですねそして、正当率が50%台2問、つまり、正当率50%以上で19分の19すべてですとかなり正当率が行政法は高いんですよ。いや、これ、たまたま2021年が優しかったからじゃないのかっていう動き見もありますが、これ、じゃあ、もう1年遡ってみると、2020年が出てきます。 同じ行政法を見ていきますと、正答率60%以上は若干少なめの12問。ただ50、50%台が4問なので、こう足してしまうと、19問中の16問です。やはり正答率、まあ、正答数高めなんですよね。はい。じゃあ、なんでこんなに正答率が高いのか、正答数が多いのかという話をしていきますが、これ過去問の リサイクル率が高いんですね行政法は他の科目と比べて過去問リサイクル率これが高いと高いと で民法に関しては、その民法改正もありましたので、こう過去問10年分しっかり解いていたとしても、そこから出てくれる可能性ってあまり高くないんですよねで。憲法も憲法で、論点は同じものがきますけど、問題として全く違う形式がきますので、なかなか過去問やってるから、得点ができるとは限らないと。ただ、この行政法に関しては、こう同じような問題を繰り返して出されるんですよね。 ですから、過去問10年分あたりをしっかりやっておけばあの、取れる問題もたくさんあります。大体それが19問中の、失礼、19問中の大体10問ぐらいは毎年、過去問から出ます。半分以上過去問なんですね。もちろん、もう少し得点しなければいけないので、まあ、そこに関しては、この取説のテキストの話ですとか、もしくは取説問題書をしっかりやっていくことによってカバーできますが、まあ、とにかくベースは過去問なんですよ。 あとは、こう、極端なことを言ってしまうと、理解もしっかりしないといけませんが、最終的には、条文ですとか、判例内容をしっかりあの覚えているかどうかです。結構極端で、覚えていれば解ける、覚えてなければ解けないって形なんで、これは人によっては暗記苦手な方もいると思いますけど、でも、覚えたら確実に解ける問題って、非常にあの取りやすいんですね。 なので、民法の方が取り掛かりはいいんですね、イメージがつきやすいと。ただ民法は覚えても事例に当てはめなきゃいけないので、なかなか得点しがたいと。行政法は最初の難しささえクリアできれば、あと知ってるかどうかで答えが出るので、あの得点源にすることも十分できます。はい、ここははしっかりとと頭の中に入れといい。い。てください、はい あと軽くね、これから行政法を勉強していくと思うので、行政法ってどんなことを学習するのか、軽く見ておきたいんですが、まあ、国民の生活のために必要な行政活動の基本的なルールを学習しますと、まあ、いまいち分かりづらいと思うんですね。ちょっとこう手書きをしていきますが、皆さんはこの行政法の前には憲法を勉強していると思います。憲法ですね。 例えば憲法だと、どんな職業を選んでもいいという職業選択の自由。これありましたね。はい。まあ、営業を続ける自由も含めて職業選択の自由。これありましたと。あとは、私たちの持っている財産は基本的に国は取っていってはいけないと。 あの財産権に関しても保障の規定が入ってますよね。あの、経済的な自由で。で、これを憲法では保障するわけですが、人権として。あくまで理想なんですよ。理想ですと。で理想では、あの、生きていけないんで、これ現実に置き換わなければいけません。憲法で理想を掲げ、 行政法世界では現実の対応しますつまりこう修正していくんですね、理想の修正です。あ憲法でも職業選択の自由が100%保障されるかというと、公共の福祉ってありますよね。やはりお医者さんやりたいといったところで、みんながお医者さんできるわけではないですよ。 みんなが飲食店を経営したいと言って、みんながすぐできるわけではないですよね。まあ、規制かかっているわけですよ。財産権だって、自分たちの稼いだお金は自分のものだと言ったとしても、やはり税金として持っていかれることはありますよね。はい。なんでそういった、まあ、公共の福祉みたいなものが憲法で決まっていて、それを具体的に、えー、法律化しているのが行政法です。なので、例えば職業選択の自由に関しては、規制としては、 営業は許可制だという話ですし、あとは財産権保障といっても、税金は徴収されるわけですね。はい、そう、この感覚をしっかり押さえていただきたいです。そして、この現実はかなり厳しいです。 例えば、この下にイラストをげてますけども、こう税金払いなさい。ねえー、もしくは営業を停止なさい。これ、民法との違いは、一方的にやられるんですよね。例えば、民法だったら、えーと、一般の人と一般の人でお金払ってくれみたいなことは、あの契約しないと発生しませんね。契約もないけどお金払ってくれ、変じゃないですか。 売買の契約をするから代金払ってくれとかいう話なんですね。はい。でも、行政と私たちの関係で税金払う約束はしてないわけですよ。でも一方的に払いなさいってきますよね。営業停止もそうで一方的にやめなさいって来るわけですよで。この一方的な理由って何ですかこれ次回詳しく勉強していきますが、一方的な理由は、 行政活動の失礼迅速性です行政の相手は国民です。国民というのは極論は1億人いるわけですよ。1億人に対してすべて話し合って契約で決めていけます。無理ですよね。あの税金払ってほしいんですけど、契約申し込んでいいですかいや、税金払いますって人いませんから、基本的にね。 ですから、そこで分かれましたなんてないですよね。じゃあ、そこで交渉しますかね。例えば、100万税金払ってくれ。100万はちょっと高いですよと。じゃあ、50万どうですか分かれました五50万ならば払いますって、あるかもしれませんが、それをいちいちやってたら、お金回収できないですよね。はい。適切な時期にお金回収できなくて、国家的にお金を支出できませんと。社会保障とか回らないわけですよ。ということが起こり得るので、 まあ、次回勉強しますけども、行政活動には、こう、一方的な面があったりとか、強制力が働いたりします。はい。ただ、これ、迅速性、迅速性といって、何でもかんでも行政がやってしまうと、それはそれで、権利侵害の可能性はあります。権利、人権のね、侵害の可能性はありますと。すみません。権利の侵害。 の可能性はあるとどうしたらいいのかと、迅速性も必要です、でも権利侵害の可能性は抑えたいという話であるならば、そこには国会の法律でコントロールを加えようと。はい、国会の法律のコントロールです。 いいですか国会っていうのは国民の代表者がいます。国民の大多数が選んだ代表者がまた多数決で作った法律。はい。それで行政活動を縛ればいいと。つまり国会の法律があれば、こういった迅速性をもとにした活動もしてもいいですが、法律がなかったらしてはいけない。という形で、こう、コントロールをしていると。 この感覚はしっかり行政法の中では頭に入れておいてくださいと。もちろん、これを知ってるから問題が解けるっていうことには、もしかしたらつながってこないかもしれませんが、ただこういう理解がないと、行政法の細かい言葉が頭に入ってこないんですね。この点は、これから先もお話をしていきますので、しっかり頭に入れた上で勉強していただければと思います。はい、ということで、 うん、今日初回ですからこんな形にしておきますね。はい。あの行政法って繰り返しますが、受験生みんな嫌がるんですよ、よくわからないと。でも、身近なものって行政法の世界いっぱいありますからね。なので、こうできる限りこの取説のテキストでも、あとはこの講義でも、イメージをつかんでもらえるような話をしますで。イメージをつかんでもらってから、ちょっと小難しい言葉を抑えていくという方が効率はいいので、あのね。 民法以上にイメージを膨らまませるととといいいいうことはしっっかりやってたただきたいと思いますでは、第1回目は以上ですね。また第2回目よろしくお願いします。えー、っと、2回目はね、こちらですね。ちょっと画面切り替えますが、2回目、あの行政行為の勉強しますので、行政行為の過小ぐらいまでは、こう取ツテキスト見てからね、動画を視聴していただければと思います。では、第1回目は以上です。お疲れ様でした。